ことなチャンネルをご覧の皆様、こんばんは、いっちょです。と、どうもこんにちは、あつねあつたです。はい、ということで、本日は、コーディネート診断シーズン2アワードはい、ということで、まあ、いつから始めたんだっけ、6月ぐらいから。6月13とか多分最初の撮影日だった気がするんですけど、うん、ですよね、まあ6月から始まりまして、まあ2ヶ月ぐらいかやってきたコーディネート診断のシーズン2なんですけど、ようやく前回の収録で、全員分終わりましたので、今回は総括じゃないですけど、コーディネート診断シーズン2アワードということで、まあ僕とね、厚田くんでお互いにちょっとコーディネート診断させていただいた人の中から MVP をね、選びますよということを事前に告知してたので、今日はその MVP の発表をしていこうと思います。はい。で、MVP を発表する前にですね、今回は一応、まあコーディネート診断アワードということで、まずノミネート候補を、お互いに、6人ずつ選びました、はい、本当は5人だったんですけど、ちょっと絞れなかったですね絞りきれなかったので、お互いにちょっと6人ずつ、ピックアップさせていただいたので、まずそのノミネートの6人をじゃあ厚田くんから発表していただこうと思います。はい、はい、それでは早速厚田くんのノミネートの方を発表していただきましょう。じゃあまず1人目ですね。はい、まず1人目がチャカさん。はい、チャカさんでも僕はこの黒でまとめたコーディネート、はい、これがやっぱり僕結構今回選ばせていただいて、まだこうチャカさん1人目ですけど、うん、本当に印象に選んでた人、印象的に一緒に残ってた人っていうのをまず選んだんですけど、うん、チャカさんに関してはそれと別で見返した時にやっぱこれクソかっけえなっていうのでちょっとノミネートさせていただきました、うん、だからこの全体のまとまりと、やっぱ僕も好きなちょっとテクニック聞いた系の服でまとめて、でスタイルもいいしむちゃくちゃかっこいいなっていうのでノミネートさせていただきました。はい、やっぱプレミアム配信で、はい、まあライブでいつもチャットしながら配信してますけど、うん、まあやっぱり視聴者様のなんか反応もかなり良かった。そうですよね、なんなら一番良かったかなっていうぐらい反応良かったんで、うん、やっぱりね、誰が見てもかっこいいんだなっていうのは思いましたね。そうですね、うん、まあ、けど白と黒とコーディネート2つね投稿してもらいましたけど、はい、まあ黒の方、僕はタイプはこっちでしたね、うん、はい、ということで、はい、1人目まずノミネートはチャカさん、はい、はい、ということでじゃあ2人目のノミネートを発表してください。はい、2つ目のコーディネートはハルキさんです。ハルキさんです、この方は多分、はい、チャカさんと同じ回に出ていただいて多分最初に出た方なんですけど、うん、僕多分そんなにすごいいい感じのコメントを言ってたかっていうと多分そうでもないんですよ、うん、でも多分僕の分からない域にいる方なんですよバランス感とかちょっと色のバランス感、サイズのバランス感とかもすげえ独特で、もうこれ終わった後ずっとこの方のコーディネート、ハルキさんのコーディネートを忘れらんなくて、これはもうちょっと度肝抜かれてると言いますか、後々じわじわ来てるスルメな感じで、ちょっとこれはちょっと選ばざるを得ないなんかやられたなって感じがするコーディネートでした。めちゃくちゃ面白い。僕もね、いまだにこのコーディネートをこう思い出せって言われたら、もう隅から隅まで全部一つ一つのアイテムまで思い出せるくらいに記憶には残ってます。そうそう、僕真似しようと思ってますもん、このバランス感、うん、やってみたい。はい、そう、すごい勉強させていただいたコーディネートでした、うん、はい、ということで、2人目のノミネートハルキさんでした。はい、はい、じゃあ続いて3人目のノミネートになります。はい、3人目のノミネートはグスクさんです。はい、グスクさんおめでとうございます。で、この方はやっぱ僕が選ぶっていうのは結構意外かなって思う方も多いと思うんですけども、うんうん、やっぱなんか随所に光る変態さと言いますか、はい、シンプルに、ま、見えるんですけど、アイテム選びとかのセンスが際立つ、うん、で、やっぱりちょっと多分前の動画見返していただくと、僕 T シャツのインナーのプリントはちょっと気になるなって思ってたんですけど、うん、コメントを返してくださってて、やっぱオリエンターな柄を選んでる、で、持って靴と合わせてるっていうのも聞いて、あ、さすがやっぱ狙いがあったんだなっていうのを聞いて、やっぱこれはノミネートさせなきゃいけないなっていう、ほんとセンスの良さ光る、もうこれ真似したい、こんな大人になりたいなっていうコーディネートでした。はい、なのでノミネートさせていただきました。はい、はい、僕もめちゃくちゃ印象に残ってますね。はい、はい、
じゃあ続いての、4人目のノミネートになります、はい、4人目のノミネートは隊長さんです。はい、隊長。隊長さんでも、はい、だからこの2つ目のコーディネートだったこのちょっとロックな雰囲気感じる、うん、この柄と柄の組み合わせでもって隊長のキャラクターとこの小物使いでどう似合ってるでしょうっていうねじ伏せてる、うん、どやっていう感じがやっぱり僕は大好きっすね。でかっこいい、ちょっといかついしかっこいいなっていうのがたまらないところ。隊長さんの動画を、アンサーの動画を見させていただいたんですけども、やっぱセディショナリーズの雰囲気とか、イチさんが言ってたブランドの合わせっていうところもやっぱり意識されてたっていうところで、うん、やっぱりさすがな方だなっていう、ちょっとこっちの内側まで見透からされてたのかなって思うような、やられたなっていう感じもありました。さすが、かっこよかったです。ちょっとこれ、なんか今見ると歌丸さんっぽい雰囲気ある。歌丸さん？歌丸さんだっけ？ああ、はいはい。ラッパーの。はい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 。まあ確かに顔の雰囲気とか、なんかちょっと近しいものがある方ではありますもんね。今日ね、僕最近隊長の動画見て、隊長があの古着買いに行ってる。あ、僕まだ見てないっす。あ、見てないですか。最近 YouTube 全然見てない。そう、仙台のゆたさんっていう、はい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 、結構、まあ、仙台の中でも老舗の古着屋さんに、その、まあ、その前のコーディネート診断でそのカツオがね、はい、古着とかもヴィンテージもなんか混ぜてたらよりかっこいいのになっていう話をしてたから、はい、古着屋さんに行ってくれて、古着屋で買い物してたんですけど、はい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 、そのコーディネートめちゃくちゃかっこよかったっす。マジっすか。え、マジ見てー、やべー。でやっぱ隊長みたいな年の人がまあそういうやっぱヴィンテージとかもミックスしてるとより深さが出るなと思って。へー。なんか結構カツオのコメントをね、ヴィンテージ押し付けんなみたいな、ディスられてましたけど、ひでえコメントしてましたね。やっぱりけどいいコメントだったなって僕は思うんで、隊長古着ミックスしてたらマジでかっこいいなと思って。そう、ぜひ見てほしいです。見ます、そこ見ます。よかったらリンク、隊長のその古着のね、屋さん行った動画のリンク貼っておくので、よかったら皆様も見てみてください。じゃあ僕もなんかの動画にリンク貼っておきますということで、続いて5人目のノミネートですね。はい、高校生のクロちゃんです。はい、これかっこいいな、やっぱりね。なんかインスタとかにも連絡くれて、あ、すごいかわいいなっていうのもあって、すごい印象的なコーディネートでした。まあなんかコーディネートに関してはなんかもっと面白い遊びあった方がいいなっていうコメントもしてたと思うんですけど、まあこれはこれですごい完成度高くて、写真としても背景含めポーズ含めめちゃくちゃかっこいいなと思って、まあまあこれはノミネートせざるを得ないなっていう本当感じでした。うん、なんか本当なんですか、コーディネート云々っていうよりもトータルのプロデュースですごいセンス感じるんで、うん、いやこの方はちょっと仲良くなっておきたいなと思ってノミネートしました。僕も彼はい、インスタグラムフォローさせていただいて、はい、インスタ見てます。見ました見ました。これなんかより全然遊んでるのが多いですよね。そう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 、これは比較的寄せてきてくれたんだなと思って、ね、普段もっと遊んでるし、ね、やっぱ写真も結構なんかそのちょっと若者の中のちょっとクリエイティブななんか集団に入ってて、やっぱり面白い写真の撮り方とかいろいろ知ってるし、あと古着屋さん多分カカバカさんで今多分系列店だと思うけど働いてらっしゃる気がするんで、まあこれから有望株じゃないですかね。やっぱ先生いいですね。まあ、ちょっと今やっぱ関西だからあんまりね、なんかこう僕らはそんなに届かないですけど情報は、けどやっぱ関西だとかなりなんか相当有名になってくんじゃないかなっていうふうには思いますね。あるでしょう、うん、ちょっと期待ですよね。はい、はい、ということで5人目クロちゃんですね。はい、でそれから6人目が、こちらになります。はい、ジンくんですね。はい、やっぱこの多分ジンくん2つ目こう2つコーディネート送ってくれたんですけど、最初のコーディネートは結構衝撃的でした。うん、やっぱこれは本当文句つけどこうない遊び方で、うん、誰も多分想像つかないようなバランス感、うん、でもってまあもうアイテムの何て言うんですか、大きさのバランス感もそうなんですけども、こういう綺麗なポロシャツとこのヴィンテージのデニム持ってきて、で足元サンダルで、で上ニット帽でとかいう、なんかちょっとわけわかんないバランス感、誰にも真似できない本当オリジナリティ溢れてて、すごい非常に素敵だなと思って、本当これ動画でも100点、前の動画でも100点だって言ったんですけど、まさに今思ってもそうだなと思う、素晴らしいコーディネートだと思ってノミネートさせていただきました。はい、僕も割とこのコーディネートに関してそんなにいいっていう風に言ってなかった、はい、気がするんですけど、はい、けどまあなんか改めて見てみて、あ、なんかすごい
いいなっていう風に、うん、まあなんかちょっと厚田くんのなんかバイブスをなんかちょっと取り入れ始めてる感覚もあるけど、やっぱりなんかコーディネート診断はちょっとなるべくコーディネートとしてこう正統派に診断しようっていうところから、やっぱ面白さの方が大切だみたいなちょっとマインドが刷り込まれてってるのか分かんないけど、今見るとすごいなんかいいなっていう風に感じますね。で実はジンくんこれね、あの、はい、このコーディネートが2回目の投稿だったんですね、はいはいはい、1回目も実は投稿していただいてて、はい、けどその時よりやっぱねこの2個目の方がさらにレベルアップしてるなって思ったんで、まず3つ目はねちょっと3つ目僕はダメでした、うん、ダメでしたこちらのコーディネートやっぱすごい良かったですね。そう、うん、てかそうこっちとのギャップがあって全然違いすぎて、うん、違う同じ人と思えないくらいだったんで僕はこっちが好きです、はいはい、ということで厚田くんの今回は6人の、ノミネート候補を発表していただきました、はい、まあやっぱりあれですかね、ちょっと変態目線って感じなんですか。そう、まあそういうことでもなくて、やっぱ楽しんでる人っていうのはやっぱり一番僕は素敵だなと思うので、やっぱ服楽しんでるなっていうのが伝わる方っていうのはだとは思います。もっと選びたい方もいっぱいいたんですけども、うん、まあそういう中でもやっぱ僕が印象に残ったのは僕の好みなんですかね、うん、面白いバランス感だとか他に誰も真似できないだろうなっていう遊びがある方っていうのを選んだと思います。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ MVP 発表する前に僕のノミネート、はい、先に6人発表したいと思います。で僕選んだ6人なんですけど、まずはですね、大輝さんになります。おお、大輝さん、今回ね5コーデ僕2コーデしか見てなかったけど、はい、コーディネート診断では、まあ、あのちょっと1人2コーデまでということで、まあ、あの未公開だった実はコーディネートがあって、1つがこれですね。超かっこいいじゃないですか、うん、そうなんですよ。でそれからもう1つがこちら。おお、かっこいいな、うん、でもう1個がこちら。もういいですね、はあ、って感じで、まあコーディネート投稿していただいて、まあやっぱり全部のコーディネートを見てもすごいバランス感覚いいですし、まあ普通に全部かっこいいんすよ。かっこいい、うん、そう言って、まあちょっともうちょいなんかコーディネートにこうバラつきが欲しかったかなって、いろんなコーディネートの幅見てみたいなって気持ちはありましたけど、やっぱこの手のなんかちょっと渋い男っぽいコーディネートさせたら右に出るものはいないかなっていう。で身長も彼あんまり高くないんですよね。そうですね、170センチぐらいかな、うん、それでなんかこの雰囲気出せるのもすごいかっこいいなって思うし、しかも最近よく厚田屋来てくれるんですけど、はいはい、めちゃくちゃいかついじゃないですか、うん、めっちゃただのいい子ですから、ね、あ、そうそう、話すと全然違うよね印象実はすごい真面目で爽やかな腰低くて方なんで、まあやっぱ大輝くんはけど今回このコーディネート診断投稿していただいてる方の中でも群を抜いてセンスいい方だなっていう風に思うんで、まず1人目に選ばさせていただきました。はい、はい、で続いて2人目のノミネートですね、はい、で2人目のノミネートに関してはちょっと僕の中で若干変態枠みたいな感じで選ばさせていただいたんですけど、正直ねすごい迷ったんですよ。1人迷った方がいて、まこさん、はいはいはい、まこさん、まあ1回目もとシーズン1も投稿していただいて、シーズン2でかなりパワーアップしてて、はいはいはい、もうこの怪しい雰囲気がすごいかっこいいなって思ったんですけど、まあけどこっちのやっぱ若手の怪しい雰囲気に、僕はどちらかというと心を打たれまして、で2人目のノミネートがタカさんのこちらの、はい、コーディネートになります。はい、まあなんかこのね彼の怪しい雰囲気にこのなんつうんだろうな、ちょっとキャッチーで可愛いアロハシャツ、もうなんかこのギャップに、あとこのベルトの垂らし方に、なんかこの髪型に最高にダサくてかっこいいなと思って、うん、やっぱなんかこの人はそうだな、なんか頭から離れなかったかなって気がするんで、僕も悩みましたけど、うん、イッチャさん行きそうだなと思ってちょっと、うん外しましたまあもう彼も選ばざるを得なかったみたいな感じで、あと僕やっぱ後だって考えると、うん、タカ君の2つ目 のユニフォーム、うん、あーもうあれも結構じわじわ着てて、うん、やっぱ好きですね、うん、やっぱセンスいい、そう彼は本当面白いセンスしてるなと思って選ばさせていただきました、うんはい、続いて3人目なんですけど、3人目はちょっとだからもうちょい若手枠みたいな感じでちょっと選ぼうかなと思って、はいはいはい、
クロちゃんとね迷ったんです。はいはいはい。まあけどやっぱり僕はこっちの方がインパクトあったかなということで、3人目ミヨッシーこちらのコーディネートになります。ありがとうございます。まあ津田君のちょっと身内っていうこともあるんですけど、はい、まあなんかそこ考慮してもやっぱ高校生でこのクオリティすごいなっていう、やっぱ髪型、眼鏡、T シャツ、パンツ、靴全部好きだなって感じがする。まあ、特にやっぱ T シャツの選び方っすよね。そうですね。このバックストリートボーイズのこの T シャツ持ってきて、しかもちゃんと黒のパンツ合わせないでヒョウ柄持ってくるあたりとか、このクリアフレームのメガネも最高だし、もう言うことないかな。まあ、強いて言えばもうちょいなんか写真違うところで撮ったらっていうのもあったけど、けどなんか逆にこのマットをちょっとステージみたいに見立てて使ってる感じ。もうすごい好きだし、いいまあなんかポージングも含めてね、なんか彼らしさが出てて、僕はすごいやっぱインパクトに残る。まあクロちゃんもほんとすげえかっけえなと思ったけど、それ以上になんか彼のやっぱこのインパクトの方が僕の中では強かったんで、ちょっとミヨッシーを3人目に選ばさせていただきました。やったよミヨッシー、すごい好き。それから、4人目のコーディネートになりますね。まあ4人目も結構なんかちょっとどういう基準で選ぼうかなと思ったんですけど、まあちょっと振り幅面白かった基準で4人目選ばさせていただきました。一丁パッとくっすね。で、はい、で4人目はその振り幅ってことで、結構そのまあ先ほどもちょっとノミネート候補に上がってたまこさんの、はい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 、あの1コーデ目と2コーデ目の振り幅もすごい面白かったし、あと厚田くんも挙げてたチャカさんのあの黒と白の振り幅とかも面白かったんですけど、はいはい、なんか印象に残ってるのは僕はこの人で、ゆうすけさんノミネートさせていただきました。1パターン目がこの感じで、まあ、白シャツを主役にして、もうこの広辞苑をアクセントに使いつつ、この丸眼鏡で昭和感を演出してくるあたり最高に面白いなと思って、2コーデ目どんなのかなって思いきや、のこのちょっとロカビリーっていうのかな、なんかロカビリーとリゾートとミックスしたような昭和的なコーディネート、意味不明ですよね。けどこれはすごい、そうなんかこのやっぱパンツであえてデニムを使ってくるあたりのセンスとか、カンカン帽とこのなんかバッグのチョイスとか、あと下駄じゃないか、これはなんだ、セッタか、まあセッタか、セッタ選んでくるチョイス、なんか全てにおいてこの人はいろいろ計算して洋服の組み合わせを楽しんでるなっていうところで、まあやっぱりなんか僕はすごいこういう人のセンス好きなんで、はい、選ばやっぱ印象に残ってるかなっていうところで選ばさせていただきましたね。ゆうすけさんのこれを僕真似しようと思ってます。なんかこのサングラスどうかなって思ってたんですけど、やっぱ改めて見てみると、なんかこのサングラスだからこそのこのバランス感っていうのもまたいいかなと思って、このサングラスなことによって、まあロカビリーとかロックな要素も加わって、また面白さはしますよね。もうちょいそう初めはなんか馴染ませた方がいいかなと思ってたんだけど、なんかこのサングラスの外し方が逆にいけてるかなっていう風になんかじわじわ感じてきましたね。後から面白い見え方しますよね、このコーディネート。なんかコーディネートって一回結構初見で見るのと、また後から本当スルメ的にじわじわ来るのとまた違いますからね。これは本当じわじわ来たなって感じです。はい、ということで、続いて5人目のノミネートなんですけど、まあこれは一番ちょっと僕の中で正統派、はいはいはい、でそう選ばさせていただきました。一丁枠、一丁枠ですね。まあもう皆さんもここまで言えばお気づきかもしれないですけど、梅ちゃんさん、はい、はい、まあもう僕が持ってるあのユニクロ U のグルカショーツ使ってコーディネート組んでくれたんですけど、まあなんか僕の選びそうなサイズ感、色合わせをさらになんか遊びを加えて、ソックスとか T シャツとかでなんか、まあ、しっかりアクセント入れてくるあたりがもう僕のなんかあれを超えてきたなみたいな感覚があったんで、小殿さんもスタッフにいそうな、そう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 、田田くんとチェンジ、本当、ね、ちょっと頑
頑張れよと言ってあげたい。嘘でよくなく、なんか今日ほんと彼のセンスすごい好きだなと思って、まあこれだけでね、あのもう好きだったんだけど、まあもう一コーデ投稿してくれて、もう一コーデの方もまたすごいやっぱ色使いとか面白いし、また振り幅的にも、まあ、前回とはまたちょっと違ったストリートな、まあ、ちょっとヤングな雰囲気で、まあなんかこれはこれでまた色合わせが絶妙ですごい面白いなと思ったんで、もう彼は間違いなくセンスがいいし、ちょっと僕に感覚的にはすごい近いなと思って、ね、本当に彼はすごいかっこいいなっていう風に感じたので、まあ堂々のノミネートさせていただきました、はい、で最後ね、もう一人ちょっとノミネートしたいなって思った方がいて、45さんですね、はい、こちらのコーディネーターですけど、まあこれ家の洗面台のとこで撮ってんのかなと思うんですけど、まあけどやっぱこの使ってるのがユニクロのレディースのシャツ、うんで、まあ、そこにこうマルジェラのパンツを合わせたコーディネート、もうこのシャツがまずユニクロには見えないようなこの清潔感となんか品のある感じで、彼のなんかこの独特のちょっと手足が長くて細くてなんかスタイルの良さになんかしっかりと品のある小物を加えてきたり、髪型もすごい似合ってるし、なんか自分じゃできないコーディネートの感じで、なんかちょっと憧れてしまうとかいうか、なんかこういうコーディネートもしてみたいっていうちょっと憧れも含めて、やっぱ45さんすごいかっこよかったなと思って、日本人的じゃないですよね、うん、だからなんかすごいやっぱこの人は頭から離れなかったんで、もう選びたいなと思って、結構ねグスクさんとかもなんか同じ枠で好きだったんですけど、まあけどなんか厚田くんが選んでるのをちょっと自然にもう見たのでもう迷いなくじゃあ僕は45さん選びたいなっていう風に思いまして選ばさせていただきました。はい、こんな感じで、僕は6人の方をノミネートさせていただきました。はい、まあ僕と厚田くんと6人ずつ発表しましたけど、まあけど結構僕厚田くん選びそうだなって思った人は割と入ってましたね。そうですよね、うん、そうだと思います。まあやっぱね僕らがコメントしててもまあ大体わかりますよ、はい、反応がいいですもんね、はい、はい、ということでまあね6人ずつノミネート選ばさせていただいたんですけど、こっからじゃあいよいよ MVP の発表ということで、はい、じゃあもう厚田くんから発表していただいてよろしいですか、はい、ちなみにじゃあもう先にあの MVP 一応景品用意するっていうことだったんで、ああけど発表してから景品言います、それとも景品から言います、景品僕まだ何も考えてないですけど、どれにしようか、あなんか私物なんかあげようかな、あじゃあ発表してからの方がいいですね、はいはい、じゃあ、コーディネート診断シーズン2厚田賞の発表、はい、お願いします。ああ俺正直、ま、今また迷ってんすよ、ちなみに僕もまだ決めてませんよちょっと待ってください、ちょっと待ってください、マジですか、ちょっと一回もう一回見返します、今こうやってまた見返したら僕決めてたんですよ、うん、ちょっとまた悩んできちゃって、いやわかる、俺もまあブレなければあの人だなって感じだけど、ちょっと今ブレてるとこもあるから、チャカさん、いや俺わかったわかった、はい、決めました、はい、はい、発表じゃあお願いします。アツタが選ぶ今回のコーディネート診断の MVP は、はい、ジンくんです。ジンくんおめでとうございます、はい、やっぱり、うん、最初選んだのと結局一緒にしました、ジンくん、うん、このコーディネートはとてつもなく好きですね、うんで、二つ目のコーディネートをなんかシンプルにまとめてきたのあったんですけど、こっちの方面で走ってほしいです、うん、最高です、これは文句をつけどこんな感じです、はい、はい、おめでとうございます、ということで、まあジン君にはじゃあ厚田君から MVP の景品を、はい、まあ今度なんかじゃあ厚田君が私物をあげるって感じでいいか、はい、はい、そうします、うん、なんか身長とかも分かったらあげやすいんで、
インスタとかもしあれだったら僕の DM とか送っていただければ。そうですね、うん、あのジン君インスタグラム僕前アカウント見つけたんで。あ、本当ですか。あ、インスタグラムはやってると思うんで、よかったらジン君この動画見てたら、あの、はい、厚田君に DM を送っていただければと思います。はい、よ、はい、ということで、厚田君の MVP は、ジン君に決まりました。おめでとうございます。はい、じゃあ僕も発表していきたいと思います。いやどうしようかな。いや本当にねすごい悩んだんですよ、うん、まあけどやっぱり結果的にはもう僕の MVP は、はい、梅ちゃんです。もうねドストレートすぎてつまんないかなと思ったんですよ。だと思ったよだと思ったよって言われると思ったんですよ。すごいだと思ったよって僕も思います。なんかやっぱ見返してみて改めて、いや結構ね正直あ僕ノミネートしてないですけど、チャカさんも迷ったんですよ。ああ、そうでしょうね、うん、そうでしょうね、僕入れなきゃそうね、白ので選んでただろうなと思って、うん、まあけどすごいどこが差になったかって、はい、あの写真の見やすさとかそういうとこも踏まえた上でやっぱりこのね梅ちゃんは写真の背景とかも上手だし、なんか僕の言ったしっかり下と上このくらい開けてねっていうところとかもしっかりやってくれてるんですよね。でまあチャカさん結構ねあのギリギリいっぱいみたいな写真だったりして、そう、それから結構ねまあ本当に皆さんのね投稿好きだったんですけど、一番僕のやっぱこの写真こういう感じで送ってねっていうのに忠実になんか写真撮ってくれたところも高評価。何の加点だよっていう。であとやっぱりダメ押しだったのは1個目のもうコーディネートで好きだったんだけど、もう1個コーディネート送ってきてくれてて、やっぱそれもすごい僕好みだったっていうところで、振り幅もあるし、もう普通にどっちもおしゃれだし写真も上手だし、もうなんか自己プロデュース能力がめちゃくちゃ高いなと思って、まあやっぱ梅ちゃんはね、もう MVP かなということで、コーディネート診断手術、MVP 僕は梅ちゃんを選ばさせていただきました。で一応、僕の方は、景品として、僕のお店、コドナのオンラインショップ、もしくは、今僕自分でコドナインザハウスっていう、まあ、私物を出すオンラインショップやってますけど、まあ、どちらでも使える、5000円分のクーポン券を梅ちゃんにはプレゼントさせていただこうかなと思います。ちょっと私物プレゼントしようかなと思ったんですけど、なんかいらないものをあげるのもなんかおこがましいかなと思って、ね、ちょっと選んでもらおうかなと思ってということで、まあ、ちょっと5000円分のもう割引券をプレゼントさせていただくので、よかったらなんか好きなものをそちら使って買っていただければと思います。であと、今回僕の方ではノミネートさせていただいた6人の方、もういいや、厚田賞、厚田くんのノミネートも含めて、12人の方には、もう2000円分の割引券をプレゼントさせていただこうと思います。で、さらに今回コーディネート診断投稿していただいた全ての方に、あの1000円分の、あと、あの、割引券も、お配りしようかなと思ってるので。なんて太っ腹な。はい、もう。まあせっかくねこうやって応募していただいたんで、まあ何かしらちょっとバックもさせていただこうかなということで、皆さんに1000円分の、割引のクーポン券お配りさせていただきますので、よかったらご利用いただければと思います。いっそ僕にはなんかないですか。厚田くんには今日緑茶早かってありがとうございます。そうだありがとうございます。僕もね、あの厚田屋マスクもやっちゃったんですけどね。はい、ということで、まあこんな感じで、シーズン2は、おしまいとしたいと思います。はい、ありがとうございます。どうですか厚田くん、なんかまだやり足りないとかあります？結構あの厚田くんにまだやってほしいっていうご意見もたくさんありまして、シーズン3でしょ、もう飽きたでしょ俺の。ちょっと僕考えてるのは、はい、シーズン3ちょっと一人でやろうかなと思って、はいはいはい、新たな気持ちで、はいはいはい、でまたちょっとシーズン4からちょっと、はい、夏休みあげて復帰していただこうかなと思ってるんですけど、じゃあ一人でやって
あのアンチコメント来すぎたら僕にヘルプ呼んでヘルプしてくださいそしたら行くんで。だからちょっとねシーズン3はだから若干テーマを決めてちょっとデートコーデとか厚作に向いてないテーマだろうかなと思って。クソ向いてない、クソほど向いてない。そういうので、まあ、ちょっと女性の方とかゲスト呼びつつ、はい、そうやっていこうかなと思って、またシーズン4で多分秋のなんかコーディネートみたいなテーマでやろうかなって思ってるんで、 その時にまた参加していただければなと思ってるんですけど、はい、なんでちょっとシーズン3に関してはちょっとまだあの詳細決めてないんですけども、後日、動画の方でまたアナウンスさせていただきたいと思っております。で一応あの僕の方であのコーディネート診断ちょっと YouTube 上じゃなくて普通にやってほしいっていう DM が結構来てて、しかも DM でコーディネート診断してもらえませんかっていう風なちょっとご意見たくさんいただいてて、ちょっとさすがにそれをやるとキリがないなっていう風に思ってるので、あの僕の方で今ちょっとまあ有料コンテンツにはなってしまうんですけど、あのちょっと1回500円なり1000円でちょっとコーディネート診断を文面上でやらせていただくような今コンテンツも考えておりますので、ちょっとそちらも詳細で次第また次のコーディネート診断シーズン3をのまあ、告知するタイミングでちょっと詳細な情報をアナウンスさせていただければと思っております。まあとりあえずシーズン2は本当厚田くんご参加いただいてありがとうございました。ありがとうございました皆さん、僕の拙い言葉で楽しんでいただいて、ね、なんか僕よりなんか厚田ファンの方が多いんじゃないかっていうぐらいそんなことはないです。厚田くんへのなんかねもう賞賛がすごいコメント欄に溢れてましたけども、そんなことないですよ。あ、まあぜひ厚田ファンの方々もちょっとシーズン3は僕ね一人でやるのでちょっとつまらないかもしれないですけど、またシーズン4一応戻ってきてくれる予定で動きますので僕見たい方はコメントください。一応あの厚田くんの YouTube チャンネルは毎回厚田くんが見れますのでね、はい、あ、僕告知してもいいですか。あ、はいどうぞ。僕やっぱこう皆さん僕コーディネート診断ってすごいなんか、はい、まあもう、ね、もうなんか嫌な思いする方もいたかもしれないんですけど、いやこれには僕はアンサーを出そうと思って、僕の動画で今度はあの僕のコーディネート診断をしてくださいっていう動画出そうと思ってるんで、はい、俺1週間コーディネート取りためて皆さん叩いてくださいっていう動画も撮ろうと思ってるんで、ね、はい、ぜひそちらもよかったら見てみてください。はい、ということで厚田くんの、YouTube の、はい、まあチャンネルの、リンクも概要欄に、いつも通り貼っておきますので、まだチャンネル登録してない方はぜひぜひ厚田くんのチャンネルも登録していただければと思います、はい、ということで、シーズン2の動画これで終わりとしたいと思います。最後まで厚田くんお付き合いいただき誠にありがとうございました。ありがとうございました。ぜひですねまたシーズン3も楽しみにお待ちください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ありがとうございます。あ、最後に高評価皆さんよろしくね。コメントもよろしくお願いします。さようなら。